FC フ,ファマリカンは、ポルトガルのルテ地方ビラノバでファマリカンに、本拠地を置く、サッカークラブ。1931年8月21日に、設立され、トップチームは、ポルトガル一部リーグのプリメーラリーガに所属している。1952年より、収容人数5307人のエスタディオムニシパル22で1 2にて、ホームゲームを開催している。クラブが、 最も成功を収めたのは1990年代である。1990年から1994年にかけてプリメーラリーガに4シーズン連続して在籍し、現在では通算7シーズンをプリメーラリーガで過ごしている。また、このクラブはクアントムパシフィックグループという主にアジアや北米を中心に展開する大規模投資会社の代表者イダンオフェルが 全権保有しており、オフェルはスペインアトレティコマドリードの保有権30%も保持している。FC ファマリカンは1931年8月21日に6人のサッカー愛好家によって設立された。クラブ初の試合は1932年に FC ポルトを招待して行われたファマリカン最初のホームスタジアム、カンポデベルベリアのコケラ落としだった。 クラブ最初期のユニフォームは緑と白が貴重のスタイルだったが、この試合でポルトのユニフォームカラーに影響され、後に青と白に変更された。1932から33シーズンから地域リーグに参加し始め、1945から46シーズンにはハンガリー人監督、ヤノス・シャボに率いられ、ダスサでポルトガルの準決勝にまで進出した。しかし、 準決勝でスポルティング CP と対戦し、0から11で大敗した。1990年代までにファマリカンは計6シーズンをプリメーラリーガで過ごした。2000年代を迎えるとクラブは低迷し、一時は地域リーグにまで足を踏み入れた。2008から09シーズンにはブラガ地域のクラブが参加するゴブリーグにまで降格するが、それ以降は次第に回復し、 2015年5月、テルセイラリーが優勝を果たして実に19年ぶりのリーガプロ復帰を決めた。2018から19シーズン開幕前、大手投資会社、クアントムパシフィックグループの代表イダンオフェルガートに100%を保有することになるが、開幕前にファマリカンの保有権50%を購入した。2019年4月28日、 オフェルの豊富な資金に支えられ、ファマリカンは、プリメーラ昇格プレーオフを制して、1994年以来となる、プリメーラリーが復帰を果たした。2019から20シーズン、開幕から好調を維持し、10月時点では、リーグ首位に立っていた。その後は11月終わりからのリーグ戦3連敗を、決して失速するも、最終的には20年ぶりのプリメーラリーがをごいという、 好成績で締めくくった。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。